マイケル・アラン・ペル・フリーは、アメリカ合衆国オハイオ州ライト・パターソン、空軍基地出身の元プロ野球選手。ウト右ミギウチ。愛称はビッグ・ペルフ。2002年の MLB ドラフト15巡目で、タンパベイ・デビル・レーズからで指名されたが、契約せずに、ウィチタ州立大学へ進学。2005年の MLB ドラフト1巡目で、ニューヨーク・メッツから指名され、契約金350万ドル。 4年総額530万ドルのメジャー契約で入団。2006年7月7日にメジャー昇格を果たし、故障者リスト入りしたペドロ・マルティネスに代わり、先発ローテーション入り、翌8日のフロリダ・マーリンズ戦でメジャーデビューを果たし、5回を3失点に抑え、メジャー初勝利を記録した。しかし、8月2日にトリプル A 級フォークタイズへ降格。 その後はメジャーに昇格することなくシーズンを終え、メジャーでは4試合の登板で2勝1敗、防御率5.48を記録。2007年は A 級セントルーシーメッツで開幕を迎えたが、4月13日にメジャー昇格を果たした。しかし、ペルフリーは7月6日にかけて7連敗を喫し、シーズン初勝利は9月1日のセントルイスカージナルス戦だった。 2008年は先発ローテーション入りを果たし、32試合に、登板で13勝11敗、防御率3.72を記録。2009年は31先発、184.1イニングは、チーム最多となったが、先発、投球回数を含め、防御率5.030勝12敗は、前年より悪化した。2011年3月5日2010年は、 キャリアハイの15勝を記録した。2012年は5月にトミー・ジョン手術を受け3試合の当番に終わった。オフにノンテンダー FA になった。2012年12月20日に年俸400万ドルと出来高150万ドルの1年契約でミネソタツインズに移籍した。2013年は前年に受けたトミー・ジョン手術の影響が残り、序盤戦は炎上したが7月と8月は、 月間防御率3.00台を記録し、復活。しかし、序盤で打ち込まれたことが響き、シーズン通算では、防御率5.195勝13敗という成績に終わった。10月31日に FA となったが、12月14日にツインズと2年総額1100万ドルで契約に合意したことを報道され、12月24日に球団が発表した。 2014年、複数年契約1年目のシーズンだったが、5試合で防御率7.99、勝ち星がつかずに3敗を喫するなど、前年の4月にも、まして大炎上した。2015年は復活し、先発ローテーションに入って30試合に投げた。6勝11敗、防御率4.26という成績を残したほか、アリーグ1位の基本類打率0.60を記録した。 同年11月2日に FA となった。2015年12月6日にデトロイトタイガースと2年1600万ドルで契約を結んだ。2016年は24試合に登板し、2試合だけはリリーフ登板だった。4勝11敗、防御率5.07という成績に終わり、2011年以降、断続的に続く負け子シューズから脱せなかった。 2017年3月30日に自由契約となった。2017年4月5日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだと報道され8日に正式契約した。4月22日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りしクリーブランドインディアンス戦で先発したが4.1回を4失点で敗戦投手となった。 この年は34試合に登板して3勝12敗、防御率5.9379奪三振の成績を残した。オフの11月2日に FA となった。2018年2月に引退を表明し、今後はニューマン大学のコーチを務める。シンカー系の速球を武器に打たせて取るタイプのグラウンドボールピッチャーで、2015年にはリーグ1位となる29閉鎖を記録した。 マウンドで指を何度も舐めることで知られ、一試合に89回も舐めたという珍妙な記録を持つ。ありがとうございます。